はい、こんにちは。コミュニケーション物語127分です。本日はちょっとやらかしてしまった地方上級国家一般職直前、卓越公開模試の方、成績が開示されましたので見ていきたいと思います。いきます。ちょっと待って、卓越。得点48.7、初点28、平均点23.5、平均点切ってます。満点50、基準点15、偏差値49.50切ってます。判定、D 判定。順位2195人中1050人、いやー半分です。一層の努力が必要です。合計内に向けて総合力を伸ばす必要があります。正解率の高い問題は確実に解けるように繰り返し問題練習を行いましょうということで、ちょっとまあ反省が多い結果となってしまったので、しっかりと復習して、本番までもうの1ヶ月切ってるのでしっかりと準備していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回。